技術というものは人が受け継いでいくもので、風車もただ日本から来た製品が立って終わりだよっていうのではなく、次は自分たちで作ろう、自分たちで関わろうというところで技術者の育成だったり、そういうことにつながっていくきっかけになればなと思います。私どもはもともとが橋梁を設計制作しておりましたので、その中で風に対する台風の方になるんですけれども、そうした技術について長く経験を積んでまいりました。それをもとに風車の設計から制作、それから現場の据え付けまで一貫して手掛けられるということで KWT300 という製品を現在製造いたしております。やはり日本は島国で地震が多い、台風もある、そうした中で耐震性、また台風対策、それから耐雷性、そうしたものを取ったスペックとして設計をしております。集落でディーゼル発電所の運営をされているところにこの風車を入れるところで、その燃料費代が下がるとか、どうしても原料が運べない、輸送が困難な時にも電力に対する安心の材料になるとか、そういう選択肢をご提供しているというふうに考えておりまして、かつ人材なり部材の制作であり、現地でいろんな協力を得ることで市場の創出ということにもつながっていくように取り組んでいきたいと思っております。まず最初に建てましたのは弊社の工場の中で自家消費をしておりまして、主に工場で電気を使って、操業が止まっている夜間とか休日は逆潮流をして電力会社さんの方に流すというようなモデルというもので導入しております。最初は日本の使用ということで考えたものが、そのメキシコでもそうでしたし、カムチャッカでもそうですし、そうしたことでお役に立てていければ本当にありがたいことだと思っております。やはり私たちは20年間設計年数の期間、きちんと安定した発電をできる環境を提供したいと考えておりますので、そうした工事に現地の方が参画いただいて、少しでも技術の普及につながるのではないかなと考えております。